ポテトチップス映画妖怪ウォッチの、コラボ商品を買ってきました、うん、で、パッケージは3種類ほどあったんですけど、うん、このジバニャンと映画仕様のジバニャン、うん、あとフユニャンがメインのものが3つありました、うん、ではあとここにシールがついているのでそれも開封したいと思います、うん、では開けていきたいと思います。ではシールの中身を見ていきたいと思います。おお、キューピとコマジロ、あとカード。でこっちはまたもキュービー。あ、よっしゃ、フーユニャン。フーユニャンってかっこよくて好きですね。やっぱかっこいい。で弟は反対、ロボニャンとマオジシですね。こんな感じですね。ジバニャン、ジバニャン、デカニャン、デカニャン、ブシニャン、コマさん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 。お、結構、なんかね、一つの妖怪で結構種類がありますね。ということで、この中身は開けないのかな開けるか。ということで、ちょっと1袋開けてみたいと思います。はい。では開けてみました。中はこんな感じです。ちょっと普通っていうか、ポテチがちょっと少ないですね。量的にはちょっと普通のポテチを買った方がいいかな。シールがついてるけど、こっちは。ということで、今日はポテトチップス映画妖怪ウォッチを買ってきました。皆さんもシールがついてるので買ってみてください。また見てね。バイバーイ。危ないよ。